いただきハイジャンプ。今回一大事を解決するのは伊能と八乙女。番組恒例、どんな一大事に挑むかは一切聞かされていない。今考えてた顔してた。皆さんには透明になってもらいます。出たよ。ああ、透明、透明だよジャンプが透明人間になり、子供の苦手克服に挑戦。ところが本当に見えてない。今回のターゲットは透明人間を一切信じようとしない男の子。さらに予想だにしない展開にメンバー大苦戦。大丈夫だよ、みなとくん。果たしてその訳とは。今回はこちら、みなとくん6歳の一大事。しかし他の番組含めて2人はロケないかもしれない、ね、そう、結構初めて。あのね、正直八乙女さんと2人ね、不安なんで、まあ、僕ラジオで一緒にやらせていただいていただいてるんですけど、うん、鬼のように噛み倒すそんな2人が今回挑戦するのは、近年心理学の研究で注目されているイマジナリーフレンド。あ、そう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 。イマジナリーフレンドとは、子供の成長を促す存在で、自分にしか見えない空想上のお友達。つまり透明人間となり、子供に困難を乗り越える勇気を与えるのだ。今触れね、今触れ。そんなの信じるわけないよと思うことなかれ。何？前回知念と山田が挑戦し、見事一人でトイレに行けない男の子を救った実績ある企画なのだ。知念と山田だからだよ。果たしてみなとくんが苦手なこととは。みなとくん、苦手なもの何ですか？牛乳が飲めないんです。牛乳、いや苦手な子いたいた。確かにむずいね。無理じゃないかみなとくんは来年小学1年生。ご両親曰く、体質的には問題ないため、給食に出てくる牛乳が飲めないままでは心配とのこと。早速普段の様子をチェック。食卓には大嫌いな牛乳が。ゲームだと、牛乳を見ただけで死んだふり。これは相当苦手な様子。まずいね。いや、これ結構嫌いです ね、 ね、牛乳見て倒れ込んでましたもんね。はい、そうなんだ。いや、これ大丈夫か。不安そうな2人のために今回の作戦を説明お願いします。まずはイマジナリーフレンドに扮したメンバーがみなとくんの前に現れる。この登場の仕方大事だからね。周りの大人には見えない演技をしてもらうことで、みなとくんに透明人間だと信じ込ませる。え、どうなんだろうね。イマジナリーフレンドの力で勇気を与えれば、食わず嫌いのみなとくんの牛乳嫌いを克服させることができるはずなのだ。今回透明人間は伊能が担当。そして作戦の肝となるサポート役は八乙女。お父さんの部下という設定で現場に参加。伊能の姿が見えない演技で透明人間を信じ込ませる。あ、今回はお父さんの部下、会社の部下。あ、でも溶け込みやすいですね。わかんないけど、ただ一つ問題があるんですよ。バカなんですよ確かにな舞台となるのはみなとくんの自宅。素敵なお家。お家綺麗だね。イマジナリーフレンドの衣装に着替え、早速リハーサルスタート。頑張ってくださいよ。今回のミッションには大きく3つの関門。お願いします。まずはみなとくんを怖がらせず出会えるか、さらに透明人間だと信じてもらえるのか。ここも大変ですね。最終関門は牛乳を飲めるようになるのか。難しいな。まずは第一関門、みなとくんとのファーストコンタクト。限られたスペースの中で伊能が選んだのは、あとはまあこっちの洗面所とかに隠れるってことですよね。
帰宅後手を洗いに来た湊斗君を洗面所で迎える作戦。怖いだろ。いやいいでしょう。しかし逃げ場のない洗面所で怖がらせずに湊斗君と出会えるのか。そうだよ頼んだよ。そして第二関門、透明人間を信じ込ませるリハーサル。湊斗君が好きな遊びを中心に段取りを確認。しかしスタッフが最も心配している部分は他にあった。どこなんだ。あと僕前回思ったんですけど、はい、山田さんの演技はひどかったじゃないですか。家族で話が続かなくて沈黙っていう、ね、お茶をやたら飲むっていうねあったんで、はい、スタッフを不安にさせた問題のシーンがこちら。やめろもういいんだよ。お久しぶりです。お久しぶりです。名シーン名シーン名シーン。初めましてケイト君。初めましてじゃないんだけどね。そうすごいちっちゃい頃にまだねケイト君がね1歳とか0歳ぐらいの頃来たこと、うん、そう可愛い顔してねお茶地獄エースで地獄エース。間が持たず家族全員がお茶を飲み続ける羽目に。これおかしかったな。同じ過ちを繰り返すわけにはいかない。そこでトークテーマをあらかじめ決めておくことに。これはやった方がいい。反省点を踏まえてね。いないのとか。ああ彼女とか。そうそれいいかもしれない。彼女とかね。あと野球してるんで野球の話とか。野球ね。そこら辺うまく合わせます。試しに彼女パターン練習します。練習します。そうですね。いろいろやっといた方がいいと思う。はい、さあうまくいくのか。ね、こういう日だったらデートとか行くの？いや彼女とは最近あんま会えてないっすね。そう。はい、自然だね。忙しいからね。じゃないよ。待ってこっちめっちゃむずいわ。そうだね、そこにね試されるね。山田の気持ちわかる。いや嬉しいよ。結果残された全ての時間を八乙女のトーク練習に費やすことに。どうですか、ここまでリハーサル続けてできそうですか。僕はちょっと楽しみな気持ちになってきました。うまくいくんじゃないかなって。湊斗くんピュアそうですし話聞いてると大丈夫だと思いますよ。はい、本番頑張りましょう。意気揚々と本番に臨む一同。しかしこの時後に巻き起こる大事件をまだ知る由もなかった。やめてくれ。この後いよいよ湊斗君が帰宅。元気そうだな。2人は見事牛乳嫌いを克服させることができるのか。スタッフさんからね、ヒカルがダントツで緊張してたって聞いたんだけど。あの緊張してる時の八乙女さんの言い間違い半端ないじゃないですか。ひどいね。ちょっとね、焦っちゃってね。こっちも不安だよね、ちょっとヒカルがどんだけ対応できるのかっていうね。いやでもさ、何が今触れがさ、一番好き勝手にやりそうなイノちゃんっていうのも怖いよね。いやそれなんだよ、結構そっち合わせなきゃいけない部分もたくさんあるから、うん、ほんと好き勝手やられると。バカ野郎、俺目覚ましテレビでどれだけ子供のインタビューしてると思ってるの。知らね。だからあのさっき VTR の最後に大事件が起きたみたいな、なんて言えばいいんですか、このいただきハイジャンプ始まって初めての展開かなと思いましたけどね。そうね、そうです。こんだけ一人であったのに。果たして伊能が言う番組始まって以来の出来事とは。午後3時、何も知らない湊斗君が帰宅。果たして透明人間を信じてくれるのか。緊張してるね。ヒカル君めっちゃ緊張してる。イマジナリーフレンド企画いよいよスタート。どうなる。来ました。帰宅後ソファーでくつろぐ湊君。いよいよ作戦の明暗を分ける八乙女との出会い。来たね。山田とは違いトークテーマを決めリハーサルを重ねた八乙女。果たしてその成果を発揮できるのか。
するお客さんが、はい、お邪魔します。あ、はい、いらっしゃいませ。あ、お久しぶりです。やっぱ言うんだ、やっぱ言うよね。みなとこんにちは。あ、みなとくん大きくなりましたね。そう、だいぶいいんじゃない。でもいいよ、今の頃ちっちゃい時に会ったんだよ。あのね、みなとくん1歳ぐらいの頃に僕会ってるんですよ。待って、出だし一緒じゃん。覚えてないか。全く一緒だよ、出だし。覚えてないか。覚えてないか。そっか、こんにちはした。こんにちは。こんにちは。ここまでは順調な滑り出し、まあまあまあ、そして練習通り両親が話を切り出す。わかんないな。八乙女さん、この間野球すごかったですよね。あ、はい。そうですよ、ちょっとやったことない。一緒にちょっとやってんの。パパ野球やんじゃん。あれ、どこでしたっけ、守ってたの。やべやべやべ。わかるよね。セコンド。セカンド、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 セカンそこで一刻も早く本題へ。この後透明人間が港くんの目の前に。果たして港くんの反応は。いよいよイマジナリーフレンド伊能との出会い。洗面所にいる伊能のもとにお母さんの誘導が始まる。よいしょ。あ、そういえばさ、みーくん帰ってさ、帰ってきて手洗ってないよね。洗わないとね。さあ、伊能とのファーストコンタクト。果たして湊斗くんの反応は。やばいって、大丈夫か。うん、あ、楽しかったね。やばいって。さあ、ファーストインプレッション。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。透明人間ね。え、透明人間知らない。無理でしょ。透明人間だという伊能に対し冷静な反応を見せる湊斗くん。さらに湊斗くんの鏡映ればわかるやん。そうなんだよ、湊斗くんにしか見えない、鏡に映っても。本当だよ、冷静に、ね、信じてないでしょ、みなとくん。やばい、やばい。もう、そんな子いるわけないから。本当にいいんじゃん、あっち行ってみる。なんと、透明人間どころか話すら聞こうとしないみなとくん。八乙女ばかりに気を取られた結果、最悪の出会いとなってしまった。やばいぞ、これは。続いて第二関門、透明人間を全否定するみなとくんに信じてもらえるのか。大事だよ。おお。よいしょ。あー、だめだ。ママもちょっとあんま飛ばない。よいしょ。全然ダメだわ。お父さんとお母さんと友達に見えてないでしょ。で、声も聞こえてないでしょ。なんでだろう、これ。めちゃめちゃ。いまいち反応が薄い。3人の演技に不信感を感じたのか。僕透明で声聞こえるのも湊斗くんだけだから。うん、ね。でもなんか隠してる。何隠してるの？ことだ。じゃあ見えてないってとこ見せてあげようか、うん、お父さんとお母さんと友達に、うん、見ててね、湊斗くん。やばいやばい、もうみんな来る来る来ると思ってみんな来る来る来ると思ってる。怖いよ、怖いよ。めっちゃ疑心暗鬼になってる。こうって、こうじゃん。あ、でしょ、そう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 、見えてないでしょ。すると、どうだったかな。でも、もしかすると、うん、透明人間じゃなくて、うん、本当見えてない、うん、見えてないふりして。はい、見抜かれてるよ。全くもってその通りなんだ。まあ、そうはさせない。やはり透明という設定は簡単に信じてもらえない。そこで透明人間の不思議な力で湊斗くんを信じ込ませる。その方法は単純、湊斗くんの紙飛行機をいつまでも飛ばし続けるというもの。リアクション大事です。果たして、
た。え、しかも飛ばしただけ。え、で戻ってきたの？それは多分偶然だと思う。偶然なんだ。なんと伊能の存在をごまかしてくれた。少しずつ信じ始めているのか。うん、そこで。信じてくれる僕だと思います。そう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 。僕がなんで湊くんに見えるかっていうと、湊くん嫌いなものあるでしょ。あ、切り込みました。牛乳も飲めないでしょ。飲めない。ね、飲めるようにしてあげるために僕は来たんだよ。僕と仲良くなって苦手なもの頑張って克服しよう。分かった。ね。さらに作詞伊能が動く。じゃあお父さんとお母さんと戦って勝ちたいものある何か。驚かせたいこととかさ。うん、いや、コマが。コマが。が見て下にポンと落ちる。じゃあ回って回したミヤツくんのコマが。お茶飲んでる。お茶飲んでる。そういうだけじゃねえかやめて。作戦、ね、作戦開始するとき。こうやって僕に合図して、セコンド頑張ってよ。コマ作戦やるときこうやって僕に合図してね。オッケー、やってみよう。湊くんの望みを叶えるいたずら、果たして。せーの、よいしょ。お、来た。かわいい。おー、かわいい。おー、何今のはさ、どうした。自分の念力。念力持ってんの。え、念力ってどうやんの。普通にこうやって手出してるだけで。そう、できんの。みんなできる。すごい。僕にしかね、練習してもね、あんまり使わないよ。え、そうなんだ。使えるけどね、そんなにたくさん使わないよ。作戦は大成功。子供こういうの好きだよね。うん、うん、好感触ですよ。おー、さあ、いよいよ残すは最後の関門のみ。果たして牛乳を飲む勇気を与えることができるのか。どう飲ますの。何が苦手だか覚えてる。うん、覚えてる。そう、なんだっけ。牛乳。そう、牛乳。出てきてチャレンジしてみようか。うん、約束しよう。はい、何言うの。ゲーマ、嘘ついた。そして、よし、ゲーマ。大嫌いな牛乳が目の前に。果たして。そういうんですよね。みやとくんも牛乳好きなの。そうでもない。え、嫌い。あ、嫌いなの。飲めないの。あ、そうなんだ。やはり牛乳克服は難しいのか。あ、泣いちゃったか。大丈夫だよ。米人間がいるよ。約束を果たせなかった自分に涙を浮かべる湊くん。そうしたもんね。嬉しいな。気持ちは。残念ながら今回の一大事は失敗。しかしこの男だけは諦めていなかった。え、何、どういうこと。イマジナリーフレンド、もう一度やらせてください。伊能が再挑戦を直談判し、ロケを続行。マジ？マジ？2日目ですよ。この後、湊くんの牛乳克服をリベンジ。さらに伊能の秘策が飛び出す。牛乳克服に失敗。しかし再挑戦を決意した伊能を、果たして。最初のロケから数日。見てください、外ロケです。公園のベンチに座る湊。マジで。そこへ。公園。いる。湊くん。湊くん。あ、もうやって。うん。うん。あ、生かしたんだ。あ、頭いいな。湊くん。覚えてる？覚えてる。覚えてる？ちょっと心配してまた会いに来たんだ。あとちょっと一緒に遊んでみる。お母さん今あっちで電話してるし。そして今回伊能にはある秘策が。湊くんにさ、
お弁当持ってきたんだけどさ、食べてみない？お弁当。伊能が用意したのはお弁当。上手じゃん。そこには牛乳や乳製品を使った料理の数々。なるほど。いいな。少しずつ牛乳の苦手意識をなくしてあげようと考えた伊能。牛乳をたっぷり使ったフレンチトースト。美味しいよね。果たしてどうこれ？美味しい。美味しい。これね、牛乳入ってんだよ。え、もっと？マジマジ。かわいい、口いっぱい。驚いた？うん。牛乳克服に向けて一歩前進。おお。その後も伊能は湊斗くんに寄り添い続ける。頑張ってる。湊斗くんに会えて嬉しいよ、僕は。うん？湊斗くんも嬉しい？うん。そして喫茶店に移動し、いよいよリベンジの時を迎える。んん、お、いや、牛乳あるじゃん。メニューには大嫌いな牛乳が。すると、じゃあ、アイスティーお願いします。ミクは自分でお願いします。すごく適応してくれました、みなとくん。なんと自ら牛乳を選んでくれた。ちゃん喜んでるな。泣きそうになっちゃった俺。飲みそうだった、飲みそうだった、ピースして、ピース、飲みそうだったから。さあ、運命の瞬間、大嫌いな牛乳が目の前に。その時、はい、すごいじゃん。よかったよかった。飲めたね。偉いよ。一度は諦めた牛乳への挑戦。しかし大切なお友達との約束のため、勇気を出して牛乳が飲めるようになった。牛乳が苦手な少年の一大事、見事解決。素晴らしい。よかった。よかったね。やっぱりできるようになってるとこ見たいなって思いまして、スケジュール調整していただいてまして、2日目行ったんですけど。全然ふざけてなかったじゃん。いつもふざけてる。ちゃんとやるね。全然ふざけてなかったよ。八乙女さんいるでしょ。ふざけらんないのよ。こっちで成立させないと。自分がふざけちゃうとね。本番中トイレ行きまくってました。そうや、そうや。だから途中いなかったもんね。だから映ってなかったもん。